マダムの部屋へようこそ。11月27日 J ガールズ2011ボーンディスウェイファイナルフライ級のワンマッチに参戦されます奥村ゆかさんにお越しいただきました。どうぞ奥村さん、よろしくお願いします。お願いします。本日はいろいろお話を聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。もう笑っちゃってますので、どうぞおかけになってください。すいません。そうですよね。何から違うんですよね。大丈夫です、大丈夫です。でもちょっと兄弟のような感じなんです。ちょっと似た感じになる。かぶっちゃったな。キャラかぶっちゃいました。かぶっちゃいました。まさか徹子さんいると思わなかった。開けてびっくりでしょうね。でもあれですね、なんか久しぶりという感じはしないんですけれども、ね、なんか会場でね、はい、いたりしたので、うん、久しぶりというか、でも久しぶりですよね、試合は、うん、試合は1年半ぶりですですね、うん、どうですか、久々のキックルール。怖い。怖い。やばいです。ネガティブ、今こうなってる時期なので、うん、もうマイナスなあれしか出てこないんですけど、うん、怖いです、やっぱキックは。総合とキックの違いってどうなんですかね。私もともとデビューが総合だったので、でも、始めたのはキックからなんですね。キックを踏み始めて、あ、そうだったんですか。もともと格闘技が好きで、その、うん、ちょうどその時期、女子の総合、名前出していいですか、スマックがあって、はい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 、結構チケット買って見に行ってたりとかをしてて、はいはいはい、全然見てたら余裕で私できんじゃないかなと思って、でそこから、でもやっぱなんか見てても打撃が好きだったので、キックから始めて、でも総合出るんだったら、総合の寝技もやらなきゃと思って、そっから、寝技もある総合のジムに行ってっていう感じなんですけど、まあ、そこから流れで結局デビューが総合で、あー、なるほど。でもやっぱずっとキック打撃が好きだったので、でそっからまあ総合出て、はいはい、寝技でばっかり負けて、まあ、妹なんで負けないと寝技大嫌いと思ってて、でそれからまあキックに呼んでいただけるようになって、はいはい、でもやっぱそっから気づいたんですけど、やっぱり聞くのが怖いんですよ、試合前とか。あ、試合前が怖いですか。試合前は、打撃の試合の方が怖い。打撃だけの試合の方が全然怖いです、はい、まあ、怪我もね、やっぱりしますからね。それも、そうなんですか、どうかわかんないですけど、寝技だと、もう上手い人は、もうまたダメだ、寝技時期とかが長いですね。あ、そうなんですか。怖い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 ってずっと思ってます。じゃあそこからもうやるしかないって思うのはいつ頃になるんですかね。でもずっとどっかでその怖い怖い反面、もう決まっちゃってるからやるしかないっていうのがあるので、それとずっとこうあるんですけど、でこれがすごいんですよ。そのやっぱり何がなんか本当私もどうしようって殺されるんじゃないかなとか、ある時でも急に私切れようでいいんじゃないかなとか、その波がすごいので、まあ、でも試合前は大体こうなってますけど、じゃあいざ会場に行って元気になったりとかならないです。あ、そのまま引きずって。だから多分試合があんななっちゃってるんでしょうね。負けちゃうのかなと思うんですけど、そのままこういっちゃってるので、どっかうまいこと吹っ切ればいいかなとは思うんですけど、私はなんかずっと見てた感じで奥村さん優しいんだなって。そうなんですよ。なんか優しさが出ちゃうんだろうなっていうイメージはありました。多分優しいんだと思うんですよね。多分仕留めるとかそういう感覚がないですよね、きっとね。なんか結構いろいろ本当にもう
ところ好きで行けとか、いろんな、うん、いろんな人がいろんなこと言うじゃないですか。はい、出ないんですよね、それが。だから多分、プロの選手としてはダメなんだろうなと思ってるのに。いやいやいや。でも多分いい人なんです。いい人なんです。人柄が出てますからね。ね、今日、ね、今回の対戦するのが、9月にデビューしたばかりの選手です。ね、なのでデータが全く揃ってないんですが、でしかも9月の大会も見に行ってなかったので、全然知らなくても写真だけ、前回の写真とかを見せていただいて、すごい嘘だな大きいし手足長そうだしと思って、そうですね、ちょっとまだ私もちょっと一戦しか見てないので何とも言えないところがあるんですけれども、はい、奥村さん自身、あのアトム級で活躍してて、今フライ級でやるじゃないですか、はい、その辺の動き的にはどうですか？動きはどう、そのやっぱアトム級とかの時は、はい、減量もやっぱきつかったので、普段そのアトム級で多分10キロぐらい、多い時は10キロぐらいあるので、10キロは普通にあんまりいないですよね、そこまで落とす。今は全然その1年半の間に、その総合出てる間に、あれを減量失敗を2回ぐらいしてて、年齢的なものなのか全く落ちなくなっていて、もう私はすごくよくわかる。落ちないですね。もう落ちない。一晩で太るのは簡単ですけどね。あっという間に太るんですけど、太るのはすごい簡単なんですけど。もうグラム単位落とすのがどれほど大変かってことですよね。なので、本当は適正的には多分48とか、やっぱりその落とされるパワーがないので、多分落とした方がいいんですけど、すいません、年齢的に落ちませんっていう感じなので、でも新しい何かが発見できるかもしれないですよね。ですね、うん、できたらいいですけどね。ねえ、楽しみですよね。ねえ、じゃあもうあとわずか数日か後にね迫っていますが、ね、その大会の意気込みをまずじゃあ聞かせてください。はい、あっち向いた方がいいですか？もうカメラに向かってどんどん、まあ、1年半ぶりで、その間はほとんどキックをあんまりやってなかったので、まあ、ちょっと不安ですけど、今ちょっと練習環境もいろいろ変わったりとか、家庭環境もいろいろ変わっちゃったりとかで、ちょっと新たな練習内容とかもう頑張っているところなので、なんとかそれが試合に生かせたらいいかなとは思います。応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。体調崩さず頑張ってください。はい、ありがとうございます。